え、誰にかけてほしい？ヤゴーはいいよ。ヤゴーはもう疲れてる、寝てるでしょ、知らんけど。奥さんとイチャイチャしてさ、奥さんの手料理食って寝てんだよ、あいつはよ。我が輩はよ、惣菜の唐揚げ温めねえで食ってよ、一人で酒飲んでモニターに向かってしゃべってんのに、あいつはよ。くそー、腹立ってきたわ。やめなって。やめたいよ。ひがむのやめたいよ。うん。いやー、だから我が輩の心広くなって、え？あ、全然いいよ、気にしないで、とか言い出したら、もうそれはちょっと、陽キャになったよ。陽キャになってるってことだよ。もう、心に余裕できたってことね。